ワロチリ文書は、南アメリカのワロチリ地方のインディオの神話や宗教、伝説を報告した、16世紀の終わり頃に、ケチュア語で書かれたテキストである。テキストに記録された神話において主導的な役割を果たすのが、山の神アプあるいは和歌である。ワロチリ地方においては、和歌であるパリー・アカカとリアリア・リオ・カルーインチョが対抗するが、 彼らは民族を象徴し、それら民族の守護神となっている。現地のインディオの昔ながらの信仰を綿密に記述したテキストが独特のものであるため、過去に植民地であったケチュア語圏の文学の重要な記念物の象徴となっている。しかし、インディオである本来の記録者の名は知られていない。スペイン人の司祭フランシスコ・デ・アビラが詳細を記録させているが、 キリスト教と異なる宗教を根絶するために記録されたものであり注釈も付けられて信頼性がある。文書はスペインの首都マドリードの王立図書館に気づかれないままなに世紀もしまわれていた。1939年ヘルマン・トリムボルンによるドイツ語訳が発表された。1966年ペルーの人類学者ホセ・マリア・アルゲダスは 初めてテキストをスペイン語に翻訳し、2カ国語兵器で発表した。以下は翻訳元のドイツ語版での参考文献であるが、翻訳にあたり直接参照していない。ケッチは5番、ウィキソースに本記事に関連した原文があります。ワルチリ・カルガスカ。ありがとうございます。